やべもん頑張ってくれ。やべもん。ナイススーパープレイ。やべもんを救ったのは日野くんだった。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日はね、チャンネル登録者数 3.5 万人記念ということで、威圧感持ちの鈴木誠也選手チャレンジしたいなと思います。2021年最強打者と言われた鈴木誠也選手ということで、期待を込めてこの能力底上げのさらに威圧感ですね、狙っていきたいなと思います。アフロの育毛が間に合わなかった。いや3回戦出現だからさ、鈴木さんやん。行こう鈴木さん。これは大地なのか、それとも聖夜なのか、ちょっと運命感じる。ハモン社長、よっしゃ、本当に運命、運命かこれ。ガルシア東も残しておきたい。ギガバイツ来たのか。ここまでは威圧感3分の1。4回目お願いします、当ててくれ。よし、 50% 当てた。これで4分の2。本日威圧感確率4分の2で当てた。ナイス。あれ、名前が鈴木だからこれ本当にあるか。メジャーも3点差っすね。いきましょう。どうや、外野の頭越えた。ナイスホームラン。やっぱガルシア強え。さあ、打ちました。ナイススーパープレイ。わがまちゃんのミッションもクリア、完璧。3回戦台風確定。では参りましょうか。お、技術20点追加、でかっ。試合コンボ2個目、薬師寺滝本コンボ。技術ポイント50点、さらに外角質差か低気質差、好きな方を取れる。合計技術70ポイントのイベント。いや、台風レジェンド熱いよ。わがまちゃんご機嫌度さん。相手の CPU レベルが上がる。全員上がるんだっけ。さあ走ろうか、盗塁しまくろう。さあ1球目、初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ナイス、2塁フォースアウト。ナイスゲッツ、いけちゃった。レジェンズ相手にモブ含めた二遊間でゲッツ、ありがてえ。伸びのあるボール、まあですよね。打球が風で流される、ライト線。さすがのミスター小笠原。第9、滝本だって走るんや。ナイハン、オッケー。ガッツ、よし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 。紫エフェクト2です。いやいや、失点な流れ。これは二塁へビュン、ヒットマスカ、ありがとう。内野安打です。土田くん、まさかのサード内野安打。いや、いいっすね、一点取っとこうか。よし、これは、うわー、インプレーが過ぎるよ。国防さん、なんという失点。ちょっと待って、ちょっと待って、初めて見たこれ。プレイヤー操作なしで6失点、何があった。うわー、フォアボールフォアボール、ヒットホームラン、やば。さあ初球、よし、あ、まあツーベースオッケーです。ツーベースだよね、ツーベースだよね、オッケー。怖すぎだろ。いいよ、サクセスキャラにつないだ。いいっすね、やっぱサクセスキャラ強いね。ナイスツーベース、あっという間のツーベース。怖え、でも怖え。阿部慎之助、よし、1球アウト。え、大丈夫だよね。ナイス、勝利まであと1人。第9、そして終盤、重野吾郎君が頑張ってゼロで抑えてくれた。変化球が切れています。投げました、ナイス、ストレート100球までの国母さん抑えた。こわ。いやー、吾郎君も1球スチールもでかかった。経験点335ポイントゲット。敏将20点ですね。
さあコンボ3つ目、日野と草野コンボ。これガチ育成で日野草野コンボなかなか起こせないんですけど、今回起こすことできました。かなり強いんですよね。臨床50点の総力のコツの金徳魔術師、粘り打ちのコツまで手に入る。ありがとうございます。阿部飛満塁の書、奪三振の書はピッチャー育成の時来てほしいな。いや OK。 あー頼む。準決勝ギガバイツ 3.0、 ギガバイツいたパワヒのコツ、プルヒのコツ、アウトコーチッタのコツ、合計レベル7ゲット、コンボ4つ来た。威圧感プラスコンボ4つ。あーやっぱ名前が鈴木誠也だから、いや鈴木だから。雲海、まあ雲海やばいんだよね。雲海のホワイトストームはメテオマグナム並みの重さ、まあ、浮き上がらないとかあるんだけど、まあ、打ちづらいボールの一つである。ダイソー4位としても矢部くんはいらないのか。矢部くんはまあダイソーだったら今回のメンツワンチャンあるんじゃないですか。いやー矢部もんボールを蹴っ飛ばしていくこれが矢部、よいしょナイス。いやいけるか、ちょっと敏将が怖いんでここ3投狙います。ノーアウトだし狙ってもいいと思う。いけたらでかい。スライダーナイス。草野強い。MVP 草野かな。上限点156、盗塁 A の草野。矢部くんは盗塁 B、 総力77、一緒だけど盗塁 B と盗塁 A の壁。日野初球はスプリットはホワイトストームを打ち砕いてくれ日野。よっしゃーホワイトストーム打ち。日野くんグランドスラム6点差きた。熱い。技術163ポイント、7ポイントオーバー技術。この点差をキープすればいける。さあコンボ4つ目、いやすんなりときたなここまで。ガルシア・アズマコンボ、トワヒ、プルヒ、アウトコーツヒッターのコツ、3-2-2、合計アウトくんが7つゲット。おいしい。占いなど信じませんが私は自分しか信じませんの。円卓高校いきますか。変化球で打ち取り3回、優しい。3投はもう狙わない方がいい、判明しました。ナイスです。データ大好きエクスカリバーを完璧に捉えてツーベース。さすがに炎上しすぎだろ。自責点7、ヒット12本、ホームラン1本、三振5個も取ってんのに。威圧感データ、久しぶりに使えるデータの喜び。ナイスホームラン。いやめっちゃ安心感ある、安心の塊。超えてしまった。これはスリーベースあるのでは。東くん決勝戦スリーベースヒット、ナイスヒット。やべえもん、異世界を見てきたメガネがキラリと光る。やべえもんにまで出番を取られる矢部くん、ナイティナイスボール三振。やべもん頑張ってくれ、やべもん。ナイススーパープレイ。やべもんを救ったのは日野くんだった。ラグナロクコンビのアウト、ナイス。来てるこれ、やべもん抑えた。日野がキャッチした。日野キャッチも奇跡だわ。いやありがとうございます。もうボールポロポロする日野くんはここにはいない。モードとアーサーで筋力120点ゲット。経験点エグすぎない。筋力が合計筋力150点のチーム。ハーモニー、理想としてはスケスケゴーグル、あと調子マックスドリンクと総力アップガム。さあアイテムガチャ頼む。よっしゃ絶好調きた。
いいぞ。スケスケ来たー。なんだこれ。恵まれすぎてる。ミートプラス15来たー。出塁率上がる。神か。矢部くんやる気満々。はよっしゃ。一つを除いて全てが有益。日野、ガルシア、デイタ大輔、4番が鈴木誠也、5番滝本、矢部門社長東。強すぎない？デイタ大輔を強奪したおかげで相手やつ感なし。デイタ文人、弟がキャッチャーやってる。兄の代わりなら弟かみたいな、そんな感じ。熱盛り強えぞこれ。威圧感は取りました。威圧感取るために大豪月社長コンボ4回起こしたからね。そう、これは4周目なんです。来てるな。強い。カイドウ強えな。エクスカリバー強すぎ。初手2です。からのスプリットでどうや。いけてしまう日野。よいしょ。いやー、ツーベース完璧。これもう一回盗塁したいな。ツーベースカット。便所稼ごう。便所やる。よっしゃー、牽制セーフ。これがガルシア。日野、矢部くんじゃアウトだった。まあ、グラビトンの可能性が高い気がするけど。これストライクならさっきのストライクでいいじゃん。うわ、ナイピカイドウ打たれた。やべえ。ブー、まさかの4点差。これはやばい。一気にやばくなった。バンバクオンが鈴木誠也さん確定だ。ありがとうございます。いやでもまだ怖い。ランナー2人貯めなきゃいけない。やめてー。 OK。 この時点で便所94点っていうのはすごいことなんだけど、さらに稼ぎたい。ナイス。待ってー、ツーベース。まさかの3回で5回目盗塁2個。3イニングで便所103点。めちゃくちゃいいペース。まあ OKOKOK。 ナイスと。なるべく点欲しい。ナイスナイス。よしよし、ピッチャーなんということでしょう。2番手ピッチャーがまさかの長野さん。嘘だろ。星396、調子普通、調子絶好調の須藤、調子好調の鈴風、それを差し置いて長野。パワー100。やめてー。ありがとうございます。いやー、爆音が経験点、暫定経験点突破ありがとうございます。軽すぎるでやんす。これどうや。これも入ってしまうのか。つえー、うわー止まらねー。10点差ありがとうございます。闇野さんにピッチャーチェンジ。いやもう長野さん泣いていいね。いやナイスと。爆音がウェイ、ツーベース祭りや。バットの根元ホームラン。ウェイ、風やめろ。あぶれ。アウトローが生命線でやんす。遅れてきた真の天才。ウェイと120キロ。いやー強えな、ホワイトストーム。もうちっちゃいよね、ボールが。本当に遅れててきた。遅れてきた真の天才。オッケー、ガルシア、いい守備範囲。ということでボス戦22得点ありがとうございました。エントリーシート名前が鈴木からスタートして、いや運命感じましたね。ありがとうございました。はい、ということで、鈴木誠也さん、威圧感、今回4回目のチャレンジで威圧感かつコンボ4ついけました。
レジェンズ戦で阿部日の書とか、あと満塁男の書とか取れたのもでかかった。今日一押しのコンボは大豪月社長コンボを除けばもう東とガルシアコンボ、パワーヒプルヒアウトコースヒッターのコツ、これ取れたのがマジででかかったっすね。チャンスに強い鈴木さんにしたんで、メジャーでもうバンバン打ってほしい。調子安定かつ選球眼、緑特殊能力は身長打法身長通り積極守備としました。またよかったらパワーナンバーダウンロード、そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやーマジでついてたな。特にアイテムの引きがすごすぎた。